シモン・ブーエはフランスの画家。今日ではイタリアのバロック絵画をフランスに伝えた人物として知られている。パリに生まれた。父親は画家で弟のオーバンも画家になった。父親から美術を学び、肖像画家から画家のキャリアを始め、14歳の時イギリスで仕事をし、1611年にはオスマン帝国へ赴任するフランス大使、アシルド・アルレド・サンシーに同行した。 イスタンブールからの帰と1612年にベネツィア1614年までにはローマを訪れ1627年までローマなどイタリアに滞在したフランス国王からは屋敷を与えられイタリアの有力者たちがパトロンとなりイタリア各地を訪れたイタリアの画家たちの優れた点を吸収し評価を高め1624年にはアカデミアディサン。 ルカの会長に選ばれた。1626年に結婚した。ローマでの成功にもかかわらず、1627年に、フランス王の召喚とベジュヌ公の助言で、フランスに帰国した。様々な宮殿、邸宅、教会の装飾画を描き、イタリア美術の新しいスタイルをフランスにもたらした。弟子に、シャルル・ルブラン、バランタン・ド・ブ・ローニュ、シャルル・アルフォンス・デュ・フレノは、 ピエール・ミニャール、ウスタシュル・シュール、ニコラ・シャペロン、クロード・メランらがいる。ありがとうございます。